どうも、お疲れ様です、まあ、山本太郎さんのタイトルをつけるのは、まあ、何もねつろうっていうわけではなくてやっぱり私が動画を作った時にタイトルでねこれがいいんじゃないかなっていうふうに厳選した時に、まあ、私のね動画を作った記録として山本太郎っていう名前はねなんか残したいなと思うことが結構増えてきたんですよ。まあ、というのがこれはコメントに触発されてたところが多いんですけども山本太郎さんと私久保哲郎の共通点をね コメントで書いてくださる方がいて、あ、そういう風うに見えるんだなぁと思ったら、やっぱり自分でも山本太郎さんとの自分の共通点、そして逆に山本太郎さんと私の違い、差ですよね。こういったものを真摯に受け止める意味もあって、後でね、私がこうタイトルっていうのをパーっと流し見見た時に、その時の感情というのが最もわかりやすいんですよね。まあということなんでね、山本太郎さんの名前がインターネット上にたくさんあって、多分、 ランキングも結構高いんじゃないかなと、今度調べてみますけどもね。その山本太郎っていう単純な名前がこの世の中に与えたインパクトって、いや、相当なもんじゃないかなと思うんですよ。で、ある人がね、山本太郎さんにそれって芸名ですかって聞いたことがあるんですよ。これ面白いでしょ。私も興味があったんで聞いてみたんですけども、もし芸名を付けるとして、山本太郎ってつけますかって山本太郎さんが言っててね、確かになと思うんですよ。いや、芸名にするんだったらもうちょっとかっこいい名前つけるなと。 こんなね、なんかその郵便局の,その記入見本にあるようにね、山本花子みたいなね、山本太郎みたいな、そういうのは確かにつけないなと。で、逆にシンプルすぎて浸透しやすいっていうところもあるのかなとかね、その名前に受ける印象っていうのも様々あるなと思います。ま,あ、まさに昭和型の名前の代表格じゃないかなと。山田太郎とかね、山本太郎とかね。うん、私の知り合いでね、山田太一郎っていう人がいたんですけどもね。 まあそれもなかなか単純すぎて覚えやすいってところありましたね。すごいインパクトがあるみたいな。まあさまざまねお名前に寄せる思いってのはあると思いますけどもやっぱりコメント欄も山本太郎さんはこういうところがあって久保さんもこういうところがあっていいなっていうのもあれば山本太郎はこうだけどお前はこんなんだよ全然ダメだよっていうね酷評する時には違うところをねダーンと突きつけられたりとかするんですよね。まあそれぞれ正解だなと思います。というのが受け取った人がそう感じたんだったらそれが現実ですからね。 ただ、受け取った人のその評価とあの、発信者の自分の自己評価っていうのはまた違うわけでね。その違いをどういうふうに捉えるかってことも、自分自身に気づくための成長の一つなのかなと思います。ま,あ、まさにね、受信力って言葉っていうのは、ものすごく広い意味を持つんですけども、いいところを受信する、悪いところを受信する、もしくは発信に気づく気づかない、これも受信力の差になってきます。で山田さんっていうのは、 あの自分の人生に起きたこともしくは他者の人生に起きたことを様々ね全身で受け止めてまさに受信力ですよね時にはね鋭い言葉に突き刺されて血を流してでも踏ん張って立ち上がるみたいなねまあそういったところがものすごく昭和型でスクールウォーズだなと思いますよね傷だらけでもやっぱり勝利をつかみに行くで勝利をつかんでもあの奢らない、えー、なんか確かね あの、スクールウォーズの試合で、最初の試合で公式試合で109対0っていう試合があったんですよね。で、109点取って勝ったチームを、監督の勝本さんになんかぶん殴られて怒られてるんですよ。それはなんで怒られたかっていうと、前半でこれだけ点数取っていながら、後半はそこまで点数取ってなかった。お前後半手抜いただろそんな失礼なことして、何やってんだってバンバンバンってぶん殴られてるんですね。勝ってぶん殴られてるわけですよ。で、負けた方の、 スクーールウォーズの、あのー、滝沢先生はね負けたことを怒ってるんじゃなくて負けても悔しいと思ってないヘラヘラしてるお前たちの,その反省の難易度が気に食わんと言ってるわけなんですよ確かに勝負ってのは時の運ですから勝ち負けはあるでしょうでも負けたことにねもう悔しさを感じなくなっちゃったらもう男じゃねえなと、うん、で私もねこう思うんですよ政治とか選挙とかを考えた時にあの結果は取らないといけないんですよ 勝たないといけないいいとけんですよだけどもあ,あもうこれはやる前から勝負が分かってるな勝てないなと思って本当にやる前から負けてしまったんだよねもう勝負じゃないなとかねそんなものは人生じゃないなとか思うわけなんですよ例えばそびえ立つ自民党というね巨大政党があってあの手この手の秘策を練ってくるそして統一教会だろうが何だろうがね自分たちの評伝になるものには権力を使ってばらまいて癒着する そこまでりりふり構わずにやってている自民党に対してやっぱりねあのー、所詮新興政党ですよれいわ新選組も NHK 党も参政党もねそれから長い期間自民党を倒そうと戦っていた共産党にしてもね民主党にしても全然勝ち目がないわけじゃないですかだからといってね白旗上げて勝負をしないっていうんだったらまさに永遠なる独裁が成り立ってしまうんですよね でも、ありの一欠ではないですけども、負けるかもしれないけども、やってみようかなっていうふうに、噛みつく姿勢ってのが、やっぱり自民党をすごく恐怖させてね、その一角を崩すことができるのかなと。まあ、ビジネスも同じように考えるんですよ。どうせやってもさ、儲かんないでしょうと。え、億万長者合宿参加したら本当に稼げるのそういう気持ちだったら稼げないですよね。億万長者合宿に参加したんだから、 すべての出来事をチャンスに変えてやろうとかね。え、何億万長者合宿に参加したら、視聴者8000人のライブ放送に出れるのだったら自分の商品持っていかないとって思うかどうか。なんとなく日付が近づいてきて、合宿だわーいって言ってね。で、椅子に座って講師の話を聞いて、なるほどなるほどと思ってる。そうじゃない。 講師が話すことを、講師がどんなことをするのかってことを予測して、このことをやってくれたらいいのになとかね。そしてこんな課題が出たらこんな回答を持っていこうとかね。そういうふうに事前準備をしっかりするぐらいの受信力がなければ、そんなね、参加すれば稼げるんですかって、はっきり言って何様ですかと。ね。あなたは稼ぎたいんでしょうと。じゃあ、億万長者合宿に来て、稼ぐ稼がないっていうふうに疑問を持つんだったら、 誰だったら確実に自分のことを稼がしてくれるっていうふうにあなたは世の中のその発信から受け取ったんですかね。誰一人そんな人いないですよ。実際に稼ぐ方法はいくら教えたところでね、実際に稼ぐ稼がないを決めるのはあなたですよって話なんですよ。ね。だからどんなに黄金の法則を教えてもね、いい話だな終わりで、 机にしまってしまうんだったら、それこそね、億万長者合宿にいくらお金を投じても稼げないんですよ。でももう、億万長者合宿じゃなくても、この無料動画、億万長者合宿のプロモーション動画、終わって何年もやってるわけですよ。このどの1話からも、きっかけはつかめるんですよ。チャンスはつかめるんですよ。ね。現実に、私にしても、吉田にさえにしてもね、どこか会社に属して給料もらってないんですよ。すべての私たちの 財布の中に入っているお金は、自分の集客、自分の商品、自分のセールスで得たお金なんですよ。ここに大きな差があります。じゃあどうやって自分だけの集客をするのか、どうやって自分だけの商品を作るのか、どうやって自分だけのセールスを成功させるのかね。これは、それは塾に入って学べばいいんじゃないですか、うん、少なくとも学べないことはないです。学んだところでそれが使えるかどうかはあなた次第。 ということで山本太郎さんに憧れて山本太郎さんのようになりたいと思っても山本太郎さん自身じゃない限りは山本太郎さんにはなれないということにもね共通するんじゃないかなと思いますはいじゃあ私がね政治家をもし目指すとしたら山本太郎さんのことも参考にするけどもでも結局は私久保哲郎の道しか私は歩けないということなんですよそこでやるだけやってみるだけじゃないですかねということで今回の動画は以上ですいってらっしゃい